ユーロのシンボルキプロスのユーロ効果では、キプロスにおけるユーロ効果について記述する。ユーロは欧州連合に加盟しているキプロスを含む多くの国で使われている通貨である。ユーロ効果の片面はユーロ圏全域共通のデザイン、もう片面は各国の独自のデザインとなっている。各国共通の表面の詳細はユーロ効果を参照。2ユーロ効果以外の円のデザインも、 また、全域で共通である。独自デザインとされている理面も、欧州連合を象徴する12個の星と発光年を、西暦で表示することは共通である。キプロスのユーロ硬貨のデザインは大きく3種類あり、1、2、5セント硬貨は、キプロスの自然を象徴する、キプロス特有の動物であるムフロン、10、20、50セント硬貨は、 キプロスの歴史と島国としての文化と貿易の重要性を象徴する紀元前4世紀のキレニア戦が描かれている。1ユーロ、2ユーロ硬貨はキプロスの長い歴史や文明を象徴する戦士時代芸術の代表であるポモスの心臓が描かれている。また、キプロスという文字はギリシャ系国民とトルコ系国民の両方を意識しギリシャ語とトルコ語両方で記されている。 ありがとうございます。